Okay, ready? Here we go!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  Alright! さて、それでは私人生初のキャンピングカードライブスタートしたいと思います。ガソリン満タン。それではレッツゴー。お、ちょっとマフラーの音がいいね。アメ車っぽい音がする。さあ、伊豆下田到着しました。今日はね、某スポットでとりあえず車中泊することにしました。子供たちはもう寝てます。お疲れちゃーん。うん、冷え冷え。通勤やないかい。おいしい、おいしい。約10時半ぐらいからスタートしたな。ほんで今3時、4時間半。まあでもまあまあ悪くないとは言ってもね、やっぱ伊豆は遠いね。そして2年ぶりの伊豆です。I love is バンクベッドです。バンクベッドね、すごいワイドが広いんですよね。なのでこのように右端にですね、サーフボード、それからあの洋服とかね、軽いものですけどもバッグ類をね全部積み上げると、そこで荷物の収納スペースになるし、ここちゃんとね広いベッドスペース確保できるんですね。このサイズ感すごくいい、すごくいい。天然パーマ。さあ、朝ね起きてから移動しまして、今日到着したビーチはじゃん、久しぶりです、伊豆下田入田浜ですね。ご覧の通り波はない、全くないですが、今日 T シャツ、いえ、なんなら裸ですね。夏みたいです。かっこいいね。しかしマジで、よし、息子よ、海行こうか。11月3日ですね。夏です。海入りたいと思います。ビーチの探検行きますよ、小鳥さん。はい。はい。この橋もずっと同じままじゃないかい、昔から。さて、冒険ルートです。これ大浜だよ、昔繋がってたの。大浜だよ。よ。残念、今はもう通れないですね。昔はこのまま大浜までね歩いて行けました。どうやって行けた？ずっとこの岩に沿って歩いて行けたんだよね。そうなの？そうなんだよ。よし、青飛び込む？
こちゃんが飛び込めるよ。うん、飛び込もうか。そこ？オッケー。マウイだ、マウイ。バイバイ。おしゃれな店だね。まさかここに俺たちが住んでたとは。やばい、懐かしい車発見。シティカブリオレ。うわー、すげー。今見てもかっこいい。素敵なお店。こんにちは。スマッシュバーガーだって。ここはいつからオープンしてるんですか？まだオープンしてない。ああー、そうなのね。へー、なるほどなるほど。来週だ。僕もうここ30年ぐらい通ってて、昔オンバックカフェっていうカフェだったの。あれ僕の友達のお家で、そうだからね、あそこの2階に泊まってたの、いつも。あ、彼らが住んでたんだよね、2階にね。今日ってまだ空いてますか？あ、本当？キャンピングカー1台なんですけど。マリンサイドキャンプ場、今日の寝床はこのキャンプ場に決定。こんな感じですね。このね、ビーチからわずか徒歩3分のキャンプ場に決定しました。いいキャンプ場だ、ラッキー。大浜ビーチですね。入りた以上に波はない。おっと、ビキニガール、最高。さあ今回もやってきました、スパイスドッグ。久しぶり。いいよ、ありがとう。ご飯の上に切ってた。うん、ナイフいる？ごちそうさまです、美味しかったです。ちゃった、中にあるアパレルで気に入っちゃった。古着かな、古着だな。古着、最強おじさん。死者の日、死者の日おじさん。さあ到着しました。私たち大好き混浴温泉、金谷旅館です。 Here we go。 ほら、はい、そのまままっすぐ、もう少し右寄り、右寄り。おらーい、おらーい、ストップ。そして金谷旅館。ほら行くぞ、カモンカモン。金谷旅館、お風呂入りに来ました。さあここまでです。休憩室。
混浴できましたか、葵さん。してない。実はしたんですよ。してない。真実はどっちなんだい。こんにちは。いらっしゃいませ。みよゆでした。ありがとうございました。こちらこそお世話様でした。もうね、20年ぐらい通ってます。はい、日帰りばっかしですけど、ずっと。ありがとうございます。昔から来てます。ね、先に戻る。いいお湯でしたね、小鳥さん。温まりましたか？はい。はい。準備できました。名カメラマン小鳥さんです。いい感じで温まってきました。一気に透過します。よく見ててください。やばす焼きです。美味しいですか？わからないです。小鳥さんは何歳になったらお酒飲みたいですか？それとも飲みたいと思っていませんか？現在。うん、味を知らないから。なんて？味を知らないから飲んでます。大丈夫、ね、火を通していきたいと思います。すっかり取るの忘れちゃいましたけど、ホルモン焼けました。結構食っちゃった。さあやってまいりました。おお、カツオのたたき。そしてアヒージョー。だね、母ちゃんがまた腕を振るってくださいました。あ、どうよ。うまい。おいしいね。最高。うめ。ネギいっぱいのせちゃう。つけた。やわらかくてうまい。甘みがある。じゃん、すっげーうまいソーセージ。これは俺の相棒チャック山下ね。彼が沖縄産のすっげーうまいソーセージを送ってくれました。沖縄の手塩っていうソーセージブランドさんね。せーの、チャックいただきます。まずは、カンボジアペッパー。いただきます。うまくない？なんか変なの入ってた。あ、そういいんだよ、食べな。あのペッパーだからスパイスもっと。めっちゃうまい。どう、小鳥さん？ナイス。イエーイ。スミさん、今まで食べたことない味。すごい美味しい、スパイシーで感触がすごい。うまい。なんだこれ、すんげーうめ。うまい。丸ごとペッパーが入ってて鼻にパーンってくるよね。最高。手塩のソーセージ。次はモッツァレラブレスタ、行ってみたいと思います。中からチーズが飛び出してきたよ。すごいうまそう。行きましょう。なんだい。え、まだいい？うん、もう食べないの。うまい、これ。Thank you, Jack. 最高にうめ。Next, Vice,
list. 白いソーセージ。 Here we go. よけました。ソーセージ食べてみたいと思います。特製カレーソースかけます。やばいっしょ、これ絶対うまいに決まってる。母ちゃん、これも初めての味。これ、匂い食べな。やばいね、すごいね。こんな感じで車内で過ごせます。スミさんは疲労困憊、もう潰れちゃってますね。寝ちゃいました。家族4人でもまあ十分かって言われるとやっぱりちょっと狭いですけども、ただすごくね、快適に過ごせるだけのスペースは十分ありますね。これ使い方はね、そのそれぞれであると思います。うちはね、これテーブルを取っ払っちゃったんですね。そしたらね、すごく今快適に使えてます。まあもうなんかね、旅行一週間目かってぐらいすでに散らかってる恥ずかしいんですけども、かなり大活躍、できてますね。父ちゃん知ってる？わー、幽霊、幽霊だ。なんかね、中にクラゲが2人の、クラゲ、はいはいはい、バーグは。 Dude, that father is 10 and permed!